灼熱マントをドンカラス部位につけて、もう1枚灼熱マントをドンカラス部位につけます。あと1枚灼熱マントをつけられる余裕があります。やだ、使います。すごい傷薬、おお、なんともう1枚使ってます。これがドンの懐じゃ最大 HP が400になっております。400だと、やっぽにぶれしーです。はい、ちめかわです。ナナップルです。はい、というわけで今回はですね、スターバースの新カードを使って対戦をしていきます。イエイ。今回レッシさんが使うのは、はい、ドンカラス V のデッキを持ってきました。おお、結構ね、面白いことができるデッキだと思うので楽しみです。対戦ナナップルは、私はカラマネロのデッキを持ってきました。おお、電撃テンタクルでテンタクルいたいと思います。テンタクルってどうしたんですか。テンタクります。はい、はい、じゃ早速対戦の方していきましょう。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。最初はグーじゃんけんぽい、はい、こうでしょ。先行もらいます。お願いします。バトルスタート。はい、早速のアルテス V です。チラミです。はい、新しいチラミじゃないですか。新しいやつ。以上いきます。はい、もうね、強いんですよ。ダブルターボエネルギーをアルテス V につけます。でね、今回ドンカラス V デッキなので、うん、ドンカラス V 出します。うわー、どうもそば。そしてタグレスアント1枚つけておきます。ドンカラス V はね、ポケモンの道具4枚までつけられるっていうね、特性もあるので、もっとね、ついていくといいかなと思います。なるほどね。で、このバーはね、これで終わりです。はい、じゃあ1枚いきまーす。マイカをベンチに出します。で、霧の水晶を使います。基本上エネルギーを持ってきます。はい。まだ使います。フレルモールを使います。鉄砲を持ってきます。はい。で、鉄砲をベンチに出します。エネルギーをチラミにつけます。コロニーの気合を使います。これが3枚なので3枚いきます。チラミをベンチに出します。じゃあチラミの技、仲間を呼ぶを使います。種ポケモンを2枚まで選んでベンチに出します。強いね、最初の場。強いね。じゃあマイカとチラミ、すごい展開できてる。いい感じ。はい、どうぞ。1枚いきます。ではアルセス V をアルセス V スターに進化。いやー、来た。そして基礎マークエネルギーをアルセス V スターにつけます。はい。でスタジャン、ファッションモールを出しておきます。はい、ファッションモール、まあこれで結構ポケモンの道具も臨機応変に付け替えていきますね。なるほど。じゃあサポート博士の研究で、はい、アクエネルギーとラッシュ。じゃあ手札からハイパーボール使います。はい、基本アクエネルギーとアルセス V スターをとラッシュ。はい、じゃあガルファイア V を手札に加えていきます。はい、でまだ触ります。でこれ最初のワンにアルセス V スターが一発で倒されちゃうリスクもあるので、ちょっとポケをかけての V スターパワー属性スターマス。来た。好きなカード2枚手札に加えていきます。なんだなんだ、この2枚のカード。はい、でまだ山札を使います。はい、でですね、まあもうこのままつけていきましょう。灼熱マントをドンカラス V につけて、もう1枚灼熱マントをドンカラス V につけます。HP がプラス150されてる。はい、今350まで伸びておりまして、あと1枚灼熱マントをつけられる余裕があります。いやだ。面白いね、この使い方。はい、このドンカラス V 一匹に固めてめっちゃ耐えながら戦っていこうっていうデッキになってます。やだ。そして、ガルファイアビーベンチに出します。はい、そしてジャイアンの翼でエネルギーをつけて、ではこれでアルセスベースター技使います。トリンティーモバ180ダメージですね、ダブルカードエネルギーで、はい、そしてこのアルセスブイスターがドンカラスブイを育ててくれるわけですね。3枚つけます。エネルギー3枚、180ダメージです。で、枚数をお願いします。じゃあ3枚。はい、これでポケモン倒したので最後1枚取ります。はい、ではマンイカを出します。ではいきます。はい、進化の子を使います。オクタンを持ってきます。はい、まだ使います。オクタンに進化します。スパイラルエネルギーをマンイカにつけます。普通の釣り座を使います。基本中エネルギー1枚だけ戻します。では博士の研究を使います。ポーオートマーシャルとラッシュ、バトルバ進化します。でチラチーノに進化します。エネルギーを使います。中エネルギーとラッシュに今引きます。電撃サージを使います。カラマネロを持ってきます。はい、では、技使います。電撃テンタクルで手札が全部全部電撃エネルギー7枚です。なので280ね、ちょうどめっちゃ強いね、うん、しっかり倒されちゃいましたね。うまくいきましたね。はい、気絶です。はい、じゃあこれ山札にお願いします。はい、2回目の番で280出る。すごい、運が良かった。最後2枚もらいます。これはまあちょっと困りましたが、はい、ドンカラス V をバトル場に出します。はい、見てよこの重厚感。やばいね、やばいね、大変なことになってる。じゃあ1枚いきます。はい、
じゃあガルルファイアウェアとして第2の翼を使います。はい、エネルギーをつけます。手札からダブルターボエネルギー鈍感爪につけます。ちょっとね、はい、作戦があるのでエネルギーを余分につけておきます。そう、まあ、ダメージ20下がっちゃうんですけども、ダゴピア110の弱点でいけるんですね。なので220ダメージです。はい、そして効果があります。相手の手札を見れる。はい、さあそのサイドから取った2枚のカードは何だ。はい、こんな感じです。おお、つながりそう。OK 倒します。はい、気絶です。1枚取ります。1枚か出します。出ていきます。チラチーノで進化します。今ね、山札から引いてきた白の覇気を使います。うわ、このまま引いてるんだ。そう、めっちゃ強いタイミングだ。前の番にね、自分のポケモンが気絶してるので8枚になるように引きます。1、これ電撃選択と相性いいですね。なんか相性バッチリです、白のさん。え、これ、はい、ワンチャン倒されるぞ、鈍感すごい。さあさあさあ、ちょっとやっちゃうと2回使えるから今ね。そうだね、怖すぎない。じゃあ、マイカをベンチに出します。はい、チラチーノのやりくりを使います。チラチーノを取らしして2枚いきます。2回目のチラチーノのやりくりを使います。チラミをトラッシュして2枚いきます。やばいよ。ふーん、続いて電撃サーチを使います。奥さんを手札に加えます。レスキューギャリーを使います。怖いぞ怖いぞ。これちょっとドンカラス V を輝かせたい会の会長としては非常に苦しい状況ですよ。そんな会に入ってたんですね。はい、会長です。じゃあ、マイカとマシャドウを手札に加えます。例えば、カラマネの2進化でスパイラルエネルギーをつけます。進化の子を使います。カラマネロ、手札に加えます。いや頑張ったんですけども、はい、まあ使います。電撃選択で1、2、3、4、5、6、7枚。いや、強いけどね、はい、うん、ちょっと届かなかったです。280ダメージ。おー、まあ、だいぶいきましたけど、悔しい、まあ、耐えましたから、うん、これがまあ、タグレスマート3枚ついてる状態のね、うん、強さが出てますよ。うん、あ、次、倒せそう。じゃあ1枚いきます。はい、いやでもね、強いカードを持ってるんですよ。やります。すごい傷薬、これつけといたらダブルターボエネルギーが生きるんですけど、120回復してエネルギー2個分、これね1枚で補えちゃいました。やばい、いっぱいダメージ与えたのに。そしてもう、ね、余裕を持ってなんともう1枚食べる、ちょっとね次は苦しいですけども、めちゃくちゃ回復していくと。うわー、240ダメージも回復された。なるほどね。でもこの番攻撃できなくないですか。そしたらでもからのエネルギーつけか、なるほど、ガラルファイヤー V が入っていることによる恩恵がでかい。これ技が使えそうですね、はい、うわー、やられたな。ハイパーボールでクイックボールとマリーをトラッシュします。はい、ネオラント V を手札に加えていきます。はい、そしてそのまま手札から出してとってルミナスタイン、はい、博士の研究を手札に加えていきます。はい、じゃあこれで博士の研究を使います。はい、これエネルギーが引けないなんてことになったら困りますが、エネルギー引くな、エネルギー引くな、エネルギー引くな、オーラをもらってしまっているが7枚、念送ってます。 OK です。あ、一応ねエネルギー付け替えは引きました。なるほどね、はい、これで間に合っております。そしてこの番使ってないジャイアント翼を使います。はい、じゃあファイヤー V で、クイックボールでアルセス V スターを取らせてします。はい、アルセス V を手札に加えていきます。はい、ベンチにアルセス V を出します。はい、で手札からクロマット V を出して特製ナイターセットで3枚引きます。はい、タグネスマント、うわー、4枚目引いた。やばい、これがドンの懐じゃ。これでね最大 HP が400になっております。はい、400だと残り HP は360ですね現在。まあ、手札からつければエネルギー負けました。ダブルターボエネルギー、これはまあね相手が弱点でいてくれてるのでマイナス気にせずドンカラスビーにつけます。いやー、すごい傷薬使う気満々じゃん。これで技使います。シャドニア130マイナス20、110弱点220、そして手札を見ます。じゃん、もう白の覇気持ってる、白の覇気がある、気づきです。いいね、じゃあいいね、サイドを1枚取ります。はい、マイカ1枚いきます。マイカをベンチに出します。で、白の覇気を使います。出ました、前の場に倒されてるので8枚になるように7枚引きます。9枚プラスカラマネの進化プラスエネルギーがつけば、うん、360ダメージで倒せるという感じですけども、進化します。君の戦車を使用します。クションチャーエネルギーを持ってきてカラマネを見つけます。エネルギーもあると。でチラチーノの特性やりくりを使います。君の戦車を取らしで2枚、やりくり2回目使います。進化の子を取らしで2枚いきます。奥さんの電撃サーチ使います。電撃サーチでスパイラルエネルギーを手札に加えます。レベルモード使います。
マイカを手札に加えます。もう一回レベルボールを使います。じゃあバスラを手札に加えます。バスラオも入ってる。はい、でバスラオベンチングします。シータの方を使います。オプタンを手札に加えます。じゃあ技を使います。電気テンタクルで7枚。はい、はい、なので280ダメージ。280受けて、はい、まあギリギリ倒れてないですね。うん、硬いですね。で合計320受けてもね、倒れないポケモン部位なわけですよ。強すぎる。1枚いきます。はい、これはね、強いです。なる、まずね、すごい傷薬から。きた、それはね、もう使われるかもって思ってたよ。120、まあ、確かにこれだとね、バスラを圏内ではあるんですよ。エネルギー2個分取らして。ここからのサポートポックですね。バトルポケモンの FP70 回復。待って、コック入ってるのはちょっと予想外。こういうサポートも結構ネオラント V が出たことでね、敵所で使いやすいわけですよ。なるほどね。まあ今回は偶然持ってましたが、バスラを圏内を脱しました。なるほど。で、ガルファイアベノと、ダイノトマト使います。はい。エネルギーをつけます。はい。で、ピックボールでファッションボールトラッシュしていきます。はい。ガルファイアベノを手札に加えていきます。はい。で、このまま、ドンカラスメのシャドウギアに130弱点の260、はい、そして手札を見せていただきます。はい、オスの指令です。おお、いいね。白の覇気じゃない。1枚取ります。ってことはバスローで通せないから、マイカいただきます。コルニーの気合を使います。うわ、引いたんだ。なんで引きは強ない、持ってるね。じゃあ5枚引きます。はい、でもね、よく言えば白の覇気が欲しかった。エアリグリを使います。レベルボールトラッシュで2枚引きます。2回目のエアリグリを使います。鉄砲をトラッシュ、ちょっとなくなくトラッシュで2枚引きます。電撃サーチを使います。コルニーの気合を手札に加えます。じゃあカラマニアの進化でスパイラルエネルギーをつけます。電撃テンタクルを使います。5枚、山に戻します。200ダメージですね。はい、永遠に倒せないですね。永遠に倒せない、ループしてます。じゃあ1枚引きます。はい、じゃあサポート、カナダのバックアップ使います。はい、まあ、これ全てのね、4種類のカード1枚まで選びなので、まあ1枚選択しなくてもよくて、うん、ポケモンのアルセウス V スターとエネルギーのダブルターボエネルギー、この2枚のみ山札に戻します。はい、でガルファイアベアの強いジャイアンの翼で、はい、エネルギーがつきます。いよいよ次はほぼ倒されるだろうという意味なので、ファッションモールを使います。はい。これ、タテネスマント1枚分手札に戻します。最大 HP350 まで落ちますが、まあ耐えていく。なるほど。タテネスマントはガルファイアブイに付けていきます。賢いなぁ。このままドンカツビでいきましょうかね。シャドウピアで100点260ダメージ。はい、260。そして手札を見ます。はい。ずっとボスの指令持ってるな。ボスの指令持ってるんですけど。はい、1枚取ります。じゃあバスラオで1枚引きます。はい、じゃあ電撃サーチを使います。電撃サーチを使ったものの、このままドンカラス V を倒しちゃうと、もうガラルファイアウェイに倒されちゃって負けになるので、もうコルニーの機体を持ってくるますね、とりあえず。で、手札に変えるんですけど、使うのはボスの指令で、はい、アルセウス V、 どうしました。はい、呼び出して大地の山札切れ狙い作戦です。なるほどね。なので、エリクリも使わず。そうですね、エリクリ使わず。ワンチャン負けちゃうかもしれない。入れ替えられないと信じて、バン終わります。はい、じゃあいただきます。まあね、そんな甘くないんですよ。やってたいいですよね。まあ、せっかくなので、トンカラスブーバトルワン出して、はい、せっかくなのでついでで、ちょっとファッションモール使って戻してつけるだけ落としてもらって。HP が。はい、ポケモンの道具が4枚つけられるよー見せて、うん、シャドウビアル。はい、はい、30ダメージ。30ダメージ。それで、結果として、最後取れるので。はい、決めました。おはようございます。ライチームからの勝利です。イェーイ。いや、まあ、ドンの懐でしたね。やっぱり、このポケモンの道具4枚付けられるって、本当にいろんな戦術ができると思うんですけど、うん、タクネスマントをね、1匹に4枚固めて、回復で耐久していくっていうのが非常に強かったです。うん、なるほどね。で、結構、タクネスマント4枚付けるのもハードル高そうには見えるんですけども、アルセウス V スターを使うことで、うん、まあ、特製スターバースでタクネスマート2枚持ってくるみたいな動きもできるので、結構動きの再現性も高くて、でダブルターボエネルギーとかも後半以降ちゃんとすごい傷薬の糧になってくれるので、うん、
役立つって点がすごいまとまっててよくできたなって思ってます、うんはい、かなりユニークで面白いデッキですね、うんはい、ナップルもねあのスターバースの新しい新チラーミーがね入ってね、うん、技も使えていい感じでしたね。そうですねこのチラーミー仲間を呼ぶで高校最初の番からね種ポケモン展開できるのですごい使ってていいなと思いました、はい、あとはやっぱ強いなって思ったのはシロナの覇気ですね、うん、手札が8枚になるようにねその条件ありだけど手札8枚めっちゃいろいろその後できるのですごい強いなって思いました。はいというわけで今回はスターバースの新カードを使って対戦をしていきました。今回使ったデッキは説明欄にデッキリストの URL があるのでぜひチェックしてください。はい今日の動画が面白かった方は高評価とチャンネル登録もお願いします。それでは皆さんまた次回バイバーイ。